ヤン・フィシェルは、チェコの官僚。2003年から2009年まで、同国統計局局長。2009年5月8日から2010年7月13日まで、首相として、暫定政権を率いた。フィシェルは1974年に、プラハ経済大学で統計、経済学のエンジニアの学位を取得して卒業している。1985年に、 大学院課程に登録し、経済統計学で、博士候補号を取得している。父親は遺伝学や、薬学の分野で研究員であり、数学、統計学の応用をテーマにしている。1980年から1989年にかけて、チェコスロバキア共産党に所属していた。卒業後間もなく連邦統計局に入庁する。1990年に副局長となり、 チェコスロバキアの消滅まで同職を務めた。1990年代の初めからフィシェルはチームを引いて議会及び地方選挙の結果について扱い、またその権限や交流の範囲内で欧州連合の統計局にあたるユーロスタットでも活動していた。チェコ共和国成立を受けて新設されたチェコ統計局の発足当初からも副局長となる。2001年、 フィシェルは東ティモールにおける統計機関の設立に関する国際通貨基金の研究団に参加した。2000年9月からは調査会社テーラーネルソン・ソフレス・ファクトゥムの役員に就任する。2002年3月から2003年4月にかけてはプラハ経済大学情報統計学部の付属研究機関で所長を務めた。2003年4月24日。 フィシェルはチェコ統計局長に任命される。フィシェルは、チェコ統計学会、国際統計協会、ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエ大学の評議会にも名前を、連ねている。フィシェルは再婚しており、3人の子供がいる。2009年3月に、ミレクト・ポラーネク政権が崩壊したことを受けて、同年10月に実施が予定されていた、総選挙までの暫定政権の首相にフィシェルを推挙する。 ことが合意された。ところが総選挙の実施は大議員の任期満了を待つこととなり、フィッシェル政権は2010年7月まで継続した。ありがとうございます。